ローマ問題は、1861年から1929年に、かけてのイタリア王国とローマ教皇庁の間に起きた政治的な問題。1849年7月3日に、ジュゼッペガリバルディのローマ防衛軍は、ローマ大学の戦いにおいて、ジャニコロ級でルイ・ナポレオンのフランス軍に降伏し、ローマ共和国は短命に終わった。1861年2月18日、 1> 第1回イタリア国民議会がサルデーニャ王国の王とトリノで開催された。3月17日に議会はビットリオイマヌエール2世のイタリア国王即位を承認した。3月27日に王国の首都は投票によりローマとされた。1861年、イタリア王国はローマ教皇ピウス9世に対して以下の三条を求めた。 1862年8月14日、強行領がイタリアから独立していることをフランスに保証されていることに不満を持つジュゼッペ・ガリバルディによるアスプロモンテの戦いが起こったが、イタリア政府のウルバーノ・ラッタッチ首相は、この行動を認めず、イタリア政府軍に鎮圧された。1864年9月、9月会議。 1869年12月8日から1870年10月20日まで第一1鉢観光会議が開催されたが、1870年10月に不仏戦争が勃発し、会議は無期延期となった。1870年に起こった不仏戦争により、ローマ強行領を守護していたフランス軍が撤退すると、イタリア王国のジョバンニ・ランツァ首相は強行領を占領し、 翌年ローマへ戦とした。同年5月13日にイタリア王国は強行保障法を制定してその地位を保障しようとした。しかし強皇庁はカトリック教会が特定の政治権力の影響を受けないことを理由にこれを拒絶。ピュース九世はイタリア政府に関わるものすべてを破門するという強硬な処置を取った。強皇側が拒否、国政への不参加を呼びかけるなど、 イタリア王国とローマ教皇の対立構図が形成された。これにより、イタリア王国と教皇庁の関係は断絶し、教皇は自らをバチカンの囚人と称した。イタリア王国とローマ教皇庁との関係改善は、1929年のラテラの条約締結とバチカン四国独立を待たねばならなかった。1962年、90年ぶりに、 無期延期されていた会議が第二バチ観光会議として再開された。ありがとうございます。